はい、ロマン求めてアリーナでマスタイやっていきたいと思います。珍しい録画かし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 マスタイ弱そう。ジャックス弱そうやな。こんばんは。まあでも王権入ったら溶けそうなやついっぱいいる、うん、まああとオーグメント次第やからね結局、うん、ガチャやなめっちゃ、うん、もう序盤はね賞味ギブよ俺たち。エピ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 多い。もうグラトラスブーツがいいかな。回復しないかなあんまり。俺まあ切り吐いた。回復しないんじゃないか。バンパイセプター買っとくか俺。しもう速攻知見つくくろ、うん、もう1ラウンド目とか勝てないだろ多分、うん、これ勝てない勝てない。こんなんぶりつぎらがさこれ粘る粘りゲーする、うん、粘りゲーしよう。これ取った方がいいのかな。あとゆっくり取った方がいい。これスタック消えるから。いっか。あ、落ちちゃった。いっちゃう？意外とこいつらなら勝てそうじゃね？やってみる？うん。変身。取られた。お？あいつうまい。あっちにもあるんだ。これに行きやがった。やばい、俺らもうないや、あれ。ある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 。取りに行くか。うまい。こいつ倒そうじゃん。ああ、じゃあ浮いたね、君。こいつフラッシュ残ってるよな、多分。あ、さっき使ったっけ。あと、頑張れ。俺行くわ。へへへ。持って、俺が倒す、俺が倒す。ダブルだけかけといた。いや、こいつうめえ、でも分かってんな。こいつらうまかった。うん。怖い。なんかマップの利を生かしてきてた、ちゃんと。いやでもあれいいのかな。いやわかんねえな。結局負けてるからな。フラッシュ残してなくて。通常攻撃4回ごとに魔法ダメージを追加だったり、敵にダメージを与えて4秒間物理デバフ。俺Q使った後に足速くなるようになった。何取ってるの。キルまたはアシスト。いや悩むな。これでいいや。また高級的なスキルとかが多分強いんだろうね。うん、なんか最大20スタックまで相手のあれ下げれるやつ。それ強そうじゃない？うん。じゃあ選んでみた。もうジャックスにダブルで回復取れば回復取って。次どこに回復あるかわからん。まずこいつ倒してからゆっくりやろう。はい、それをかけて。待って、回復ない？回復どこ？回復どこ？回復探そう、回復。回復どこ？回復ない？もしかして。もうないんかな？ 1 個だけか？あー、真ん中にしかなっす。やばい、回復出た！回復取った方が勝ち、これ！あー、取られた！剥がす、シールド剥がす。オッケー、入った。どうせ、ナイス。ナイス。なよし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 、王権入るぞ。ではここでスポンサーから一言。よしよ、ウルト意外と勝てるやん、これ。俺たち勝てる。マスターいなさすか、時代は。でも強そうなコンプないな、相手マジで。何、まあでも、うん、オーグメントあれが分からんから、うん、怖い。上の回復を取った方がいいのか。これ強そう。拾ってて早めに寄るときっと。あ、勝ちやろ、こんな。オッケー。俺回復取ってく、回復取ってく、回復取ってく。回復スロー入れてる。オッケー。あ、シャイヤ俺。シャイヤ。これ勝てる。これ優勝できるわ。これあれいけるわ。俺強い。これ優勝できる。楽勝だこれ。いや俺でも今めっちゃうまかったぞ。ワビックルと避けた。ワビックルと避けて Q で、でベイガーのアルティメットにダブル合わせて、でフラッシュで Q 避けてあれ回復取りに行ったから。頑張った。あ、ディバイン入った。
これ何がいいかな。あ、でも1000度刺さるな今回。シンプルのこれで良さそう。ストーンプレート、でこっからこっからどうしよう。地剣行ってあれかな、普通にアママ行ってもいいけど。サージ行こっかな。早く取れ、ナイス。ウルト使った俺。倒した倒した倒した。オッケー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 。よし、早っ。あ、イージーだこいつらは。おスタックを試させてね、しっかりなさずに。66。え、これもう最強じゃね俺ら。これ今負ける気してないな正直。オーシャンソウルを獲得し敵にダメージを与えると自動回復効果。レッドバフ、ブルーバフ、攻撃速度が40、もういらん。亡霊を獲得する。亡霊を獲得するとスキルを連続で使用し、レッドバフとブルーバフにするか。味方に向かって自動でランタンいらない。そのね、ブリッツのフックとかもあるよ。あ、そうなんだ。ちょっとなんか面白そうなの撮ってみよう。亡霊だってなんかスペルがもらえるらしい。あ、それなんかあれじゃない、なんか。おお、なんかスペル追加された。そう、ゴースト、うん、使ってみよう。ジャックスから、ジャックスから、やべ、ナーイス。メテを振り付けてあげて負ける気しない。意外と強いぞ俺たち、うん、なんかもう脳筋でウルト一瞬で終わる。とりあえず先に殴ったら勝てそう。とりあえず俺が突っ込めばなんか、うん、君が一瞬スキル使った後に俺が突っ込んだら絶対勝てる。最強だから。これよくわかんない。え、ブーツどうしようかな。ブーツ何がいいんだろう。何ブーツにした。俺マーキュリーか AP ばっかだから。これ知見、俺何がいいと思う。シンプルディスタンスでもいいよな。どうしよう。どうあれがいいんだろう。アママ行っとくわ。ああ、あり。アママ行って何か行こう。なんか3つの3つの弾を拾ったらエズリアルがウルト打ってくれる。そっちにマジ買い物全然できなかった。今なんか弾拾った多分。ウルト追加を。オッケー。追いかけるわこの死の果てまで。もう手を蹴った。うまい。極まってる。ラブリをかける。最強じゃんこれ。ラブリをかける。俺たち負ける気がしねえ。いや、マスターいなさすか。だけ。え、なんか俺これいらねえ。恒例理解できない。え、なんか絶対いらない。え、なんか最初に使うんじゃなかったっけ。よくわからん。なんか何が強くなる、なんか何か強くなんないの。恒例を発動すると栄翔を開始し4秒以内に最大体力とマダの 50% を回復する。え、強くない、減った後に。後で使うやつかこれ。そうそうそう、これ適当に最初に使っちゃったわ。効果感じられなかった。行こう。アマランス買ったわ。あ、でも意外ガチゴチにしよう。自然の力目指そう。 MR ガチゴチ男だった俺。うん、ガチガチで君がスキル取った後俺が終わりや、うん、あ、こいつらはマジよ。こいつはうまい、うまい。でもなんか任せてくれ。よしよしよし、オッケー。はい、袋かけてメテを振らして。あ、俺恒例まだあるまだイージーですこれ。あ、そんなんね、拾われたとこでしょ。拾われたとてや、お前もう恒例使う。これ使って、これ使って、これ使った。おお、すげえ、めっちゃ回復する。回復したわ。これ結構強いな、タンクに持たせたら。これ多分強い。スロー効果が敵の移動速度をさらに低下させる。え、俺自分の移動速度が敵を上回っている場合、その分だけ与えるダメージが増加する。こんなん俺最強やん。最強やん。プロの殺し屋マイラウンド敵チャンピオン1体マークする。マークされたチャンピオンは火ダメージが10増加し、
自分がキルすると追加で300ゴールド。あ、悩むな。じゃあスロー効果あげよう。 W どんだけスロー重くなるんだろう。ね、最高や。え、アママンって発動効果とかあんの？発動させるために必要な、え、増加 HP とかあんの？ビビってね。なんだこいつ。行くぞ、うんうん、俺は高齢持ちだが、高齢持ちですけど。え、待って、俺死んだ。え、死んだ。うん、あ、やばい。あれこれ、あれあれこれ、あれ俺いなくなったらまずくない？まずくない？これどうやって俺ベイカー殴る？これむずすぎいや、これが満身。オッケーオッケー、学び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 、ベイカーから殺そう。オッケー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 、絶対ベイカーだこれ。メモガル積むか、ビザージ行こう。あいつにいい置かれると思う。俺何もできなかった今。ジーコン買いました私。了解、託します。あなたにスキル吸うためにどっちがいいんだろうな。まあ、ゾーニャか。サッシュ？ゾーニャ？サッシュ？まあ、ゾーニャでいいんじゃない？でもこれ一騎打ちじゃん俺ら、こいつらと。ほんとだ。こいつまず剥がして。ああ、もう、ああ、勝った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 。学び学び、勝った勝った。お前らチートやったんすか？考えといてください。うん、次までに考えてください。ベイガーに W つけた瞬間終わり。あれがベイガーの簡単に剥がせる W で。俺、サッシュにするわ。もう超えてらしかおらんのやったら。そうだ、俺もサッシュにしようかな。いらんか、サッシュとか。うん、スロー重くなってる？わからん。もともと 90% あるからわからん。うん、わからんわからんかった。あ、てか今そうだ、食らってねえ相手。 W 増加体力の縛りはそれ、あれ、あの回復するやつや。名前忘れたけど。はい、はい、行きますよ。うん、行きますよ。しっかり取ってあげて。はい、はい、まず剥がしてあげ て、ちょっと待って。逃げ道に、逃げ道に俺がいて、で、はい、俺がまず打って、でこれサッシュ使って、はい、もうまあイージーイージー。どうやって勝つかね、君たちは。どう生きるかって話よ君たちはどうやって生きるか。はい、1位。これ運ゲーすぎるこんな負けんもん。ご視聴ありがとうございました。あの、戦術も大事ですよってことをね、お伝えできたかなと思います確かに、はい、はい、バイバイ